はい、今回はですね、菊の育て方をお話ししていきたいと思います。菊の種類非常にいっぱいあります。こういう大輪で裏表の花びらの色が違うもの、マーガレットみたいなものもあれば、ポンポン、はい、あとはこういう背丈の小さいものもあれば、花びらの大きなもの、はい、そしてこういうね、おしょおしょっとこう花びらの数が多いもの、非常に種類がいっぱいあります。はい、菊の育て方ポイントを3つあります。はい、まず1つ目は肥料を与えていただくこと。その場で、出根草の種類ですから、肥料を食いますから、生育している時期にはたっぷりと与えてください。そして、もう1つは病害虫がつきやすいです。こういうね、綺麗な花、何もしないで咲いてくれればいいんですけども、やっぱり虫も好きなんですね、こういう珍しいものは。なので、主にですね、サビ病、あとはアブラムシ、あとはアオムシとかケムシとか、ああいう類がつきやすいですから、サビ病、アオムシ、サビ病、アオムシ、アブラムシですね、それらの、病害虫対策を念頭に入れて、薬剤散布をしていただければというふうに思います。はい、そしてもう一つ最後はですね、枝を剪定することです。はい、どうしてもですね、菊育っていくとどんどん背丈ばかり高くなっていって、下葉が茶色くなってね、ちょっと見た目が悪いなっていう、ご相談が多いです。それはですね、枝が伸びてきますね。どんどん伸びていくと、この先端を元気にさせるために、下葉を茶色くして落として栄養分を先端に集中させるという、まあ植物がいろいろ考えてね、下葉を茶色くして落としてるわけです。まあ、それは栄養分が足りないからということなので、まあね、冒頭に話した通り、肥料分やっていただくっていうのが重要になるんですけれども、非常にね、枝が伸びる植物ですから、はい、枝をバチッと切ってしまう。バチッと切ってしまうと栄養がどんどん縦ばかりにいかないで、枝分かれしますから、枝分かれして伸びて、でここら辺に集中して徐々に、伸びていってくれるので、下葉が枯れにくくなります。はい、枝を切る時期としてはですね、時期としてはまず春先に1回切ってください。枝が春先雪が溶けて、まあ、こっちの季節、私の喋ってる地域では雪が降るんですが、芽が出てきて見えてきたら1回頂点をパチンと止めてください。そうすると止められるのが2本3本に枝分かれします。はい、で、もう1回切る場合は開花のだいたい2ヶ月前までぐらいまでに切ってください。秋に咲く菊であれば9月10月に咲きますから、だいたいそうですね、7月8月までには切った方がいいですし、盆に咲く菊は、8月だから6月までですね、6月までには切った方がいいです。はい、品種によってですね、伸び方が違うので、非常に伸びがいい品種はその都度何回も切ってもいいですし、伸びの悪い品種はあまり何回も切りすぎると、あまりにもこう背丈が低くなりすぎて花が咲いてしまいますから、それはですね、育ててみて生育の状態を見て、それの品種に合わせたらですね、切り戻し、まあ、大体は年に1回から2回切っていただくと、背丈も抑えれますし、下葉の茶色くなるのも防げると思います。はい、非常に簡単にご説明しましたが、菊の種類非常にいっぱい種類がありますし、まあ、切り花、お墓にあげる切り花以外にもですね、花壇の彩りにも非常に役立つ、植物ですから、これを機会にですね、いろんな種類の菊を育ててみてください。ということで、今回は菊の育て方をご紹介してまいりました。